おはよう。テラちゃん。テラちゃん。この時間は雑誌週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます。村井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。村井さんが担当する電子版週刊文春の記事、一日早く読めるんですよね。はい、紙の雑誌が店頭に並ぶ一日前の正午には全ての特集記事読めますので、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。はい、さあそれでは記事ご紹介いただきます。まずはこちら、山上とうちの龍ちゃん1億分の2だよ、岸田総理襲撃犯実の父親の告白。先週土曜日に岸田総理が衆議院和歌山1区の補欠選挙の応援のために漁港を訪れた際、演説会場で筒状の爆発物が投げ込まれる事件が起きました。24歳の木村隆二容疑者が現行犯逮捕されました。安倍元総理の事件を思い出す事件だったんですが、記事ではですね、容疑者の父親に村井さんインタビューしてますね。はい、そうなんですね。まあ、非常に衝撃的な事件で、まあ、本当に世間を震撼させた爆発物の事件でしたけれども、はい、まあ、これ発生の翌日にですね、もう週刊文春の記者はですね、木村容疑者のおばあさんがいるんですが、はい、まあ、そのおばあさんが住むですね、兵庫県川西市の団地にですね、訪ねてみたんですね。はい、するとですね、そのインターホンをしたところ、なんと出てきたのが木村容疑者のお父さんだったと。で、まあ、今回の事件についてまあどう思うかというところで話を聞くと、安倍元総理のまあ殺害したですね、山上徹也容疑者と比べて、まあ、このような話をしたんですね。はい、山上とうちの龍ちゃんは1億分の2だよと。で、まあ、龍ちゃんは宗教がどうとかそういうのはないけど、まあ、ただあんなことするやつなんてどっかしら頭のネジが外れているんだよということをまあ自分の息子についてですね、はい、まあ、語っていたんですよね。そうですか。木村容疑者逮捕後何か話したんでしょうか。はい、これも非常に興味深いんですけれども、実はですね、木村容疑者は逮捕後ですね、宇都宮健二先生を呼んでくださいと、はい、まあ、この道弁連の元会長、非常に大物の弁護士ですけれども、まあ、名前を出しているそうなんですね。で、実際にですね、宇都宮健二さんの事務所に確認をしたところ、和歌山県警のですね、西警察署、はい、まあ、これ容疑者がいるところですけれども、そこから連絡があったそうなんですね。はい、ただ、まあ、実際多忙ですし、まあ、宇都宮健二さん東京にいらっしゃるので、なかなか対応が難しいと、いうことをですね、まあ、言ってまして、で、まあ、逮捕の様子についてはですね、その雑談には一切応じず、身元もですね、所持していた免許証で割り出すしかなかったみたいな感じで報じられているんですが、実はですね、その宇都宮健二先生を自分の弁護士にしたいということを言ってたそうなんですね。ただ、宇都宮先生に聞くと、その容疑者の動機っていうのはわからないし、もちろん面識もないんですよということをおっしゃってますね。そうですか。それで木村容疑者今後どうなっていくんでしょう。はい、現在はですね、威力業務妨害容疑で逮捕されているんですけれども、まあ、これはですね、身柄を抑えるためのまあ罪名だと。はい、肝になってくるのはですね、このまあ木村容疑者が用意していた爆発物に殺傷能力があったのかどうかなんですね。はい、まあ、これはその慎重に鑑定した上で、まあ、殺人未遂容疑で再逮捕するまあ見通しだということなんですね。これ家庭環境というのはどうだったんでしょうね。はい、容疑者にはですね、4歳上のお姉さんと1歳上のお兄さんがいると、はい、まあ、つまり3人兄弟の末っ子なんですよね。で、まあ、その経歴をたどっていくと、進学高校にはまあ通ってたものの、まあ、その後ですね、大学に行くわけでもなく、また就職した形跡もなかったんですよね。さらに今から5年ほど前ですね、まあ、容疑者がちょうど20歳になるかならないかぐらいの頃ですが、はい、今回お話を聞いたお父さんがですね、まあ、家族に大声を上げるようなことがあったそうで、そういう様子をですね、近隣の方々目撃しているんですけれども、はい、まあ、本当、警察がですね、自宅に来たこともあったぐらい、今お父さん大声を上げてたそうなんですね。はい、ただその後少しすると、そのお父さん姿を見せなくなってですね、まあ、お母さんと子供3人での生活ということがまあ続いていたと。ほうほう。で、木村容疑者はですね、なんかどうやらギターを弾くのが趣味みたいで、まあ、部屋でですね、ギターを弾いている以外の時間というのは、なんと政治にまあ興味を持っていたようで、はい、まあ、実際にですね、自民党のまあ市議会議員のポスティング活動にも参加していたということがすでに報じられています。どうやら政治には関心あったようですものね。まあ、非常にね、あったみたいで、はい、まあ、たまたまですね、その容疑者が参加した施政報告会に来ていた大串正樹内閣副大臣にですね、はい、まあ、容疑者はその自分は市議選に出馬したいんだけれども、25歳からしか選挙に出られないのはおかしいというふうにですね、まあ、激しく食い下がっていたそうですね。はい、
で、そういったまあ自分の主張をまあ世の中に発信するためにですね、はい、その後はですね、ツイッターのアカウントを開設して、まあ、被選挙権、年齢、選挙供託金、違憲訴訟広報というまあ名前のツイッターアカウントでですね、まあ、いろいろと自分の意見を発信していたようなんですね。まあ、政治に興味は持っていたようですが、でも自分がとんでもないことをしたっていう自覚はあるんでしょうかね。いや、本当にそこが気になりますよね。そうですね。まあ、今後木村容疑者が何を語るのかといったところです。はい。さあ、続いてはこちら行きましょう。怖い怖い飛び降り自殺を生配信、2人の女子高生を追い詰めた男の所業。先週木曜日の午前4時ごろ、千葉県松戸市のマンションの敷地内に女子高生2人が倒れているのが見つかり、2人とも亡くなるという事件がありました。まあ、衝撃的だったのが、2人がツイッターで飛び降りる様子をリアルタイムで配信をしていたということなんですね。まあ、現在は削除された33分23秒にわたる動画には、制服のような服装の少女2人が高いところから飛び降りるショッキングな様子が記録されていたといいます。村井さん、なぜこのようなことが起きたんでしょう。これもまた衝撃的というか、はい、ね、ツイッターとかでライブ配信する若者っていうのはいますけれども、まあ、こういった形でライブ配信をするというところまで来たのかというところで、まあ、驚いたわけですが、まあ、今回亡くなってしまった2人の女子高生ですけれども、まあ、自身のメンタルの不調などを投稿するですね、まあ、ネット上でいわゆる闇アカと呼ばれる、まあ、そういったアカウントでですね、まあ、知り合った、まあ、ネット上で知り合った友人同士だったそうなんですね。はい、で、そのうちの一人であるその A 子さんですけれども、まあ、この彼女は YouTube などでですね、まあ、動画投稿や生配信をしているピャスカルというまあ名前のですね、まあ、YouTuber ですね、いわゆるの男性とのまあ関係に苦しんでいたそうなんですね。はい。で、まあ、このピャスカルという人の動画配信はですね、まあ、オンラインゲームのプレイ動画などをですね、まあ、たくさんアップしていたそうなんですけれども、まあ、一方でですね、まあ、若い女性の視聴者にですね、疑似恋愛をさせるホストまがいの配信スタイルをしていたそうで、はい、で、まあ、この一視聴者だった A 子さんはですね、まあ、そういった、まあ、素性は全く知らず、まあ、このピャスカルと直接コンタクトを取ってしまって、まあ、実際にですね、まあ、恋愛関係に陥って遠距離恋愛を始めたと。はい。で、実際にですね、まあ、肉体関係もあったそうで、このピャスカルがですね、その避妊具をつけずにそういった行為に及ぶことにですね、まあ、傷つけられたんだというツイートもこの A 子さんしているんですね。で、まあ、そういったことがあって、その後ですね、 A 子さんはまた別にネット上で知り合った女性がですね、この彼女もまたそのピャスカルという人とまあ交際していたということを知って、まあ、非常にショックを受けて、はい、まあ、自分はですね、要するにまあ本当の彼女の父親ではないんだと、つまりもてあそばれていたんだというまあ現実を悟ったわけですね。で、まあ、こういったことをですね、あったので、まあ、その A 子さんはですね、まあ、暴露系の YouTuber にですね、こういうことをされたんだと、ピャスカルにと、はい、いうことをまあ相談したら、ピャスカルの方で逆上してですね、弁護士を使ってお前訴えるぞみたいなことで、こうどんどん追い詰めていったんだと。で、まあ、こういったことが重なり、最終的にまあ自分で命を絶つというところに行ってしまったということなんですね。まあ、今村井さんのこの説明で A 子さんが心に傷を負ったというのはこれ理解できたんですが、はい、B 子さんまでこの自殺をしましたよね。はい、これどうしてなんでしょう。これですね、もともとその闇やかということで、まあ、どっちかというとメンタルをこう病んでる人がそもそも来てそこで出会うということですので、もともとこの B 子さんという方も常にまあ生きづらさを感じていて、まあ、躁鬱病を患っていたそうですね。はい。で、まあ、実際にですね、まあ、過去に一人で飛び降り自殺を考えたこともあったそうで、まあ、常にこう起死燃料といいますか、まあ、そういった思いにですね、こう苛まれていた方らしいんですね。はい。で、まあ、こうある種ですね、まあ、人生に絶望した A 子さんとそういった B 子さんがそのネットの闇垢で出会ってしまいですね、まあ、そこで打ち解けてしまって、でお互いにですね、まあ、リストカットの画像とか自殺願望を共有し合う関係になっていったんだと。で、まあ、そういったことで共鳴した2人がじゃあ一緒に自殺するかということで、あ、そういうことなんですね。まあ、2人一緒に飛び降りてしまったということですね。で、今回の事件について、例の YouTuber のピャスカルという人物は何か発言はしてるんでしょうか。はい、彼はですね、まあ、この事件が発覚した後ですね、まあ、ツイッターに私の彼女が自殺しましたというふうに始まる、まあ、かなり長文のですね、謝罪文を
まあ、画像で投稿しているんですね。で、まあ、その中で自身でも語ってるんですが、その私は活動の中で、まあ、ホストのような色恋営業をしていたと、まあ、それで彼女をずっと不安にさせてしまっていたみたいなことを打ち上げていますね。はい。ただですね、まあ、一方でこの A 子さんがその未成年と知りながら、まあ、避妊具をつけずに肉体関係を持っていたこと、それから弁護士の存在をちらつかせて脅かしていたことについては、この謝罪文の中では全く触れていないんですね。彼はですね、まあ、散々 A 子さん生前にですね、まあ、その事務所の弁護士を使って訴えるということをしていたので、はい、まあ、こういったことが実際引き金になっているんではないかと見られているので、まあ、この謝罪文についてはですね、ちょっと全部を語っていないなというのが、まあ、正直なところですかね。はい。今朝村井さんにお話しいただいた記事、詳しい中身についてはですね、今日発売の雑誌週刊文春、または1日早く読める週刊文春電子版をお読みになってください。今朝のこの時間、週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんにお話を聞きました。村井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。